安倍さんが持ってきた利権を美味しくいただくっていうのができるんですけど、安倍さんがいなくなるとそもそも利権がもらえないんですよね、岸田さんから。安倍さんを殉教者のように捉えて、安倍イズム、リフレ政策、外交安保改憲の推進を求める信奉者が増えると思いますか？いいえ。またこうした信奉者の声が菅さんの2期目を後押しすると思いますか？いいえ。ですね、まず菅さんを支持する自民党の政治家はほとんどいませんでした。なので、菅さんは総裁選に出馬すらしませんでした。で、安倍さんがいた時は安倍さんが影響力があるのでみんなで持ち上げましたけど、安倍さんがいなくなった後は、その後釜になりたいと思う人たちが、お互いに攻撃し合うので、結果として潰し合いになると思います。なので、安倍さんの子飼いであった萩生田さんとか、下山さん、文科系のとか、高市さんとかが、我こそが安倍イズムだって言い出すんですけど、我こそが安倍イズムが3人ぐらい出て、お互いに攻撃し合って、あいつらめんどくさいなっていうので、ここにいてもそんなに出世できなそうだなっていうので、派閥の下っ端の方の人は、じゃあちょっと麻生さんとか入りたいですみたいな感じで、安定してる麻生派に入るとか、岸田さんの下に入るとかっていう形になって、安倍イズム的なことを言い出す人はいると思うんですけど、残念ながら。安倍さんが生きていれば、安倍イズムをみんなで信奉することで、安倍さんが持ってきた利権を美味しくいただくっていうのができるんですけど、安倍さんがいなくなると、そもそも利権がもらえないんですよね、岸田さんから。なので厳しいと思います。石破さんの出番はまだかな。結局岸田さんもある程度安倍さんの下で大きくなった部分もあるので、安倍さんが反対していたものを今一気にやるというのはできないと思うので、自民党って多くのいろんな考えの政治家が集まってる場所なので、全員を幸せにすることはできないんですよ。要は自分に対して何かをしてくれるやつには、じゃあありがとう、その代わりこの利権をあげるよっていう形でエコひいきをしない限り自分を持ち上げてもらえないんですよ。全員に優しくするよっていうのであれば、あ、じゃあこいつに対して俺頑張んなくてもいいやってなるんですよ。要はその人に対して頑張んなくてもみんなに平等に配るよっていうんだったら、何にもしなくてももらえるわけじゃないですか。なので何かくれるやつに対して自分は努力した方がいいよねってなるんですよね。なので自分が努力をしたらその結果を返してくれる、エコひいきをしてくれる人っていうのに割とみんな頑張るっていう形になるんですよ。そうするとみんなに対して配るっていうのをやらなくてエコひいきをしますっていうのは、逆にエコひいきをしない損をしている派閥というのを作る必要があるんですよ。要はめちゃめちゃこいつらに辛い思いをさせるけど、こうなりたくないでしょ、だったら俺の言う通り聞けよっていうので、河野さんだったり石破さんっていう人たちをめちゃめちゃ冷遇しましたと。で、河野さんについていくんだったらもう全然利権とかもらえませんよと。で、石破さんについていくんだったらもう役職とか一切もらえませんよ。ああなりたくないでしょ、だから俺の言うこと聞けよっていうので冷遇されてる人っていうのは必ず必要なんですよ、大きな組織で派閥がある場合。なので残念ながら石破さんとか河野さんっていうのはなかなか厳しいんじゃないかなと思いますけど。